名物の急坂は各馬の底力が試されます。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。さあ先行争いであります。先頭に立ったのは12番ファストホース。それからもう一頭メイケイエールシャンデリアムーン。ぐん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 上がってまいります。そして4番手に9番ダディーズビビッド。そのうちからはヤスパープリンス。7番サンライズオネスト。外を通って8番モントライゼチェアリングソング。内を通りまして大西アベニール。それからソングラインボンボヤージがその後ろ。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。メイケイエールは3番手といったあたり。先頭斉藤とシャンデリアムーン。外から懸命にメイケイエールモントライゼが差を詰めてきた。外から1頭モントライゼ先頭池添とメイケイエールソングラインも差を詰めてきている。ソングラインが差を詰めてきた。これは激しいレースになりました。内か中か外か3頭の争いになった。1番、2着、8番、3着、7番以上のように確定しました。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した13頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行するのは何か。ダディーズビビッドが行く構え。12番ファストホースぐーんと上がってまいりました。シャンデリアムーンが並んでいっています。まもなく第3コーナー。7番サンライズオネスト、1番人気のメイケイエール、池添騎手どのあたりで動くんでしょうか。外を通りまして8番モントライゼヤスパープリンスがその後ろ。大西アベニール。大歓声が上がる中京競馬場。大歓声が上がる中京競馬場。先頭行くピンクの帽子はファストホース。懸命に手を動かして池添とメイケイエール。さらに外モントライゼか。先頭意地を見せるか。サンライズオネスト頑張る頑張る。横山とサンライズオネストかわしたかわした。ボンボヤージ一馬身リード。粘った粘った。ボンボヤージ一着。ボンボヤージおー一着一番二着11番3着7番以上のように確定しました。スピード能力を見せつけるか。スタートにも注目したいところです。さあ飛び出した13頭まずまず揃って飛び出しました。さあ何が行くのか。ファストホースが先手を取りました。シャンデリアムーンがその後ろ。おーっと一気に行ったメイケイエールと池添。それからヤスパープリンス。そして5番手にモントライゼ。7番サンライズオネスト。そしてその後ろから9番ダディーズビビッド。1番ボンボヤージが上がってまいりました。外から1頭チェアリングソング。6番大西アベニール。それからもう1頭名将慶明。さあ中京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。メイケイエールは3番手といったあたり。先頭斉藤とシャンデリアムーン。メイケイエール懸命に追う。3番手にメイケイエール。メイケイエールが間から抜け出した。外から1頭ファストホースソングラインも差を詰めてきている。頑張る頑張る。池添とメイケイエール。サンライズオネストかソングラインか。首の上げ下げ。さあこの1着は際どいぞ。2着、7番、3着、9番以上のように確定しました。ゲートイン終わりました。体制完了。スタートを切りました。13頭まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。先頭に立ったのは3番ヤスパープリンス、シャンデリアムーン。いい感じで上がっていくメイケイエール。外から1頭12番ファストホース。
まもなく第3コーナーに差し掛かります。その後ろ3馬身くらいあってモントライゼ、その内からはサンライズオネスト、それからボンボヤージ、ナビーズビビッドが、その後ろ11番ソングライン。さあ中京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行くのは2番シャンデリアムーン、先頭斉藤とシャンデリアムーン、抜けた抜けた、5番レイケイエール、3番手にファストフォース、ムチが飛んだ、川田とモントライで、外を通ってモントライで、このまま粘れるか、レイケイエール外からモントライで、サンライズオネスト懸命に追う、モントライで先頭1着モントライで、2着はレイケイエール、3着サンライズオネスト。1着8番、2着5番、3着7番以上のように確定しました。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。スタートを切りました。13頭まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、先頭に立ったのはメイケイエール、それからシャンデリアムーン、動いたファストフォース、いい足で上がっていくヤスパープリンス、その外に7番サンライズオネスト、その後ろでやりましょうか、8番モントライゼ、ダビーズビビッド、その内からは6番大西アベニール、ソングライン、外から行こうというところ、1番ボンボヤージ、4番名将慶明。さあ中京競馬場は大歓声であります。先頭行く黒い帽子はシャンデリアムーン、メイケイエール捉えるか、かわすか、かわすか、メイケイエールが先頭に立った、外から何が来ているのか、ソングラインか、大外から強襲ソングライン、先頭池添とメイケイエール、外ソングラインが来ている、メイケイエール1着、1番人気に見事応えました。1着5番、2着11番、3着12番以上のように確定しました。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。先頭に立つのは何か、5番メイケイエールが先手を取ります。ファストフォース、外から行こうというところ、シャンデリアムーン差を詰めていきました。モントライゼ、それからもう一頭サンライズオネスト、第3コーナーに向かいます。13頭内を通って3番ヤスパープリンス、そして外からは6番大西アベニール、ダビーズビビッドが、その後ろ11番ソングライン、そのうちにチェアリングソング。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。先頭行くピンクの帽子はファストフォース、内から一頭メイケイエール、メイケイエールが間から抜け出した、さらに外ダディーズビビッドか、先頭池添とメイケイエール、外をついてファストフォースが来ている、捉えるかサンライズオネスト、外をついてソングラインが来ている、これは際どい、内か中か外か、ゴール前大混戦になった。2着9番、3着11番以上のように確定しました。さあ13頭のゲートインが完了しました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した。13頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。先手を取ったのは2番シャンデリアムーン、12番ファストフォース、いい感じで上がっていく、それから5番メイケイエール、内を通って3番ヤスパープリンス、モントライゼ、その外からはダビーズビビッド、11番ソングライン、内を通りまして7番サンライズオネスト、ボンボヤージ、大西アベニールがその後ろ、それから4番名将慶明。さあ中京競馬場は大歓声であります。メイケイエールは3番手、先頭ダンノとファストフォース、メイケイエールが3番手、さあこの辺りでかわすか、かわすか、メイケイエール懸命に追う、外をついてメイケイエールが来ている、頑張る頑張る、斉藤とシャンデリアムーン、3番手にサンライズオネスト、サンライズオネストが襲いかかる、サンライズオネストかメイケイエールか、ほとんど同時。
ますね。1着7番、2着5番、3着2番以上のように確定しました。スピード能力を見せつけるか、スタートにも注目したいところです。スタートを切りました。13頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。ワストフォースがかわしていきました。シャンデリアムーン、5番メイケイエール、その外にダリーズビビッド、サンライズオネストがその後ろ、まもなく第3コーナーに差し掛かります。外から1頭、8番モントライズへ、3番ヤスパープリンスが上がってまいりました。大西ヤベニール、11番プロイバ対ソングライン、さあ中京競馬場は大歓声であります。メイケイエールは4番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。さあ先頭はファストフォースが2馬身リード、3番手にメイケイエール、メイケイエール懸命に追う、先頭ダンノとファストフォース、メイケイエール懸命に追った、外から1頭メイケイエール頑張る頑張る、ダンノとファストフォース、メイケイエール1着、1番人気に見事応えました。当然の結果ですね。1着5番、2着9番、3着12番以上のように確定しました。スピード能力を見せつけるか、スタートにも注目したいところです。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。メイケイエールが先手を取りました。ワストフォース、外から行こうというところ、そしてその後ろからシャンデリアムーン、それからダリーズビビッド、7番サンライズオネスト、その後ろ3馬身くらいあってモントライズへ、それからもう1頭ヤスパープリンス、6番大西ヤベニール、10番チェアリングソング、外を通りまして11番ソングライン、ボンボヤージ、さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。先頭行く、青い帽子はメイケイエール、先頭池添とメイケイエール、懸命に手を動かして川田とモントライで、先頭意地を見せるかメイケイエール、シャンデリアムーン、懸命に追うシャンデリアムーンがかわしたモントライで、懸命に追う頑張る頑張る斉藤とシャンデリアムーン、外からメイケイエール、1着2番シャンデリアムーン、1番人気のメイケイエールが2着。1着2番、2着5番、3着7番以上のように確定しました。さあ13頭のゲートインが完了しました。体制完了、スタートを切りました。13頭、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、先手を取ってワストフォース、そしてその後ろからモントライズへ、おっと一気に行ったシャンデリアムーンと斉藤、そしていたいたメイケイエールと池添であります。内を通って3番ヤスパープリンス、それからサンライズオネスト、そのうちに1番ボンボヤージ、外を通りましてダビーズビビッド、11番ソングライン、もう1頭6番大西ヤベニール。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。メイケイエールは4番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。ファストフォース先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。メイケイエール懸命に追った、ソングラインが差を詰めてきた、頑張る頑張る、ダンノとファストフォース、外をついてメイケイエールが来ている。これは際どい、内か中か外か、ゴール前大混戦になった。1着12番、2着7番、3着5番以上のように確定しました。